まず四つ這いの姿勢をとり、運動する側の手でペットボトルを持ちます。その腕を背中側に引き、肘が直角になるように曲げます。そこから小指が天井を向くように肘をしっかり伸ばし、伸ばしたところで1秒ほど止め、また直角に戻します。この時動かすのは肘から指先までの部分のみで、肩や体は動かないようにしっかり固定します。二の腕の後ろ側、上腕三頭筋という筋肉をしっかりと刺激でき、筋力の向上とシェイプアップが期待できます。カウントに合わせて10回行いましょう。まずは右腕から。1、肘はしっかり伸ばしましょう。2、ペットボトルに水を入れ重さや負荷を調整しましょう。3、肘を曲げるとき肘の位置が下がらないよう肩をしっかり固定しましょう。5、6、反動をつけずゆっくり行います。7、呼吸は止めず、疲れた時こそ深呼吸を意識しましょう。9、10回行って少し疲れるくらいがちょうど良い負荷です。反対です。ペットボトルを左手に持ち替えます。1、2、小指が天井を向くようにしっかり伸ばします。3、4、肘は下げずに体も動かないように。5、6、7、疲れた時こそ深呼吸。8、9、10。はい、お疲れ様でした。